ご紹介に預かりました社設売コンサートの実行委員長を仰せつかりました矢部総と申す僕でございます。本日は早朝の雨模様からなんとなく落ち着いたですね中をこうして会場あふれるばかりの多くの皆様にご出席をいただき、このコンサートが開催されますことを大変ありがたく思っているところでございます。社設売さんのですね演奏を心ゆくまでご堪能いただければ私にとりましても大変ありがたく思うところでございます。それでは日本中国国交正常化45周年記念事業、そして社設売来日20周年記念コンサート放送と歌による日中名曲の調べ式典とコンサートを開会させていただきます。皆様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、唐揚げ日中友好協会会長の並木でございます。本日は社設売さんのコンサートに多くの方々にご来場いただきまして誠にありがとうございます。先ほど来から司会の方もおっしゃってますけれども、今年は日中国交回復45周年、そしてまた神奈川県日中友好協会が設立されて35周年ということになります。そしてまた社設売さんが来日して20周年という、まあ、本当に記念すべき年にこのようなコンサートを開催させていただいてきて本当に嬉しく思っております。お手元のパンフレットにもございますけれども、社設売さん島根に留学されて、もうその後は日本全国各地で演奏活動を展開されております。そしてまた横浜の観光自然大使にはかつて選ばれるというように、ここ横浜、そしてまた神奈川にも本当にゆかりの縁の深い方でございます。プログラムの曲目を見ますと、日本の懐かしい歌、そしてまた灘草々というような最近の音楽とか、まあ、いろいろありますけれども、本当に社設売さんの演奏が心に響いて、そしてまたなんとなく昔の日本の原風景を思い出させてくれるような、そんな曲もあるんじゃないかなと思っております。今日は、まあ、大体3時ぐらいまでの間ですけれども、どうぞ心から社設売さんの演奏を楽しんでいただいて、これからも日中関係の民間交流を中心とした活動が活発になる、そういったことを記念申し上げまして、私のご挨拶を返させていただきます。本日はご来場誠にありがとうございました。それではただいまよりご来賓の皆様をご紹介させていただきます。神奈川県日本中国友好協会副会長宇和島安則様、横浜日本中国友好協会会長飯田助友様、湘南日本中国友好協会理事長春名康夫様、厚木市日本中国友好協会倉石千恵子様、鎌倉市日本中国友好協会会長東山宇哲様、逗子市葉山町日本中国友好協会会長渡辺貞夫様、
長の皆様です。皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。